こんばんは。ここで勤めします。先週ハーフ祭りというところでキャリアさんにおいでいただきました。ありがとうございました。楽しいハラトマッチを作るための今日からスタートしてください。今日のお題なんですが、運命の宿命の宿命の女性と運命の女性ってどう違うんですかね。運命の女性と宿命の女性同じだな。ね、でも宿命と運命って違うんだよ。宿命は宿ってるから、生まれた時から。で、運命は運ぶから、自分が切り開いてるっていう。赤い糸が宿命。自分が切り開いてるっていう。なんとなくフランスの女性っていうと、僕はソフィー・マールソーさん。その前は小林さん。どこがフランスだって。でもソフィー・マルソーと小林遊びってなんか、それからあのイボンヌ・エリマンになって、シャーデーになったThank you.
を取り戻すの。空を行く雲が滲み出しそうな浮き輪で、もう一度抱きしめたなら力いっぱい角の街路樹をざわざわと揺らす夜にも星は輝きを増し、光は一直線に旅を続け、雲の隙間から君の夢へと駆け抜けてきたんだ。星の森を昨日までの思いと裏腹な影、夜明けの雲の輝きを連れてきたんだ。昨日までの思いと裏腹な影、待ってるんだ君が、ときめきを取り戻すの。ときめきを取り戻すの。みんな一人ぼっちだなんて、本当はそうかもしれないけど、君の中で僕はまっすぐな夢信じてる。心配いらないさ、透明な映画が時の壁をすり抜けて、もう幕の裏側にちゃんと描いてる。三半規管の入り口の鼓膜に響く風の音、遠くの波、夜のささやき、流れ星の音さえ聞こえてきそうか。駆け抜けてきたんだ星の森を、昨日までの思いと裏腹な影、夜明けの雲の輝きを見上げてきたんだ。昨日までの思いと裏腹な影、待ってるんだ君が、ときめきを取り戻すの。待ってるんだ、はい、待ってるんだ。